本を読んで悟ったんだけど、槍術と剣術の本質は道術にある。本は帰ってからでも読めるけど、僕たちの助けを必要とする人たちを待たせるわけにはいかないからね。コカハ・ユクアキ、ただのおせっかい者だ。動くべきだ。僕はまだ若いが、それでも数年世間を渡り歩いてきた。悪人を恐れる必要がどこにある。雨描きがたし、この剣はわかるかい。心に善悪を見分ける物差しがなければ努力の方向を間違えてしまう。僕も十分に理解しているけどね。太陽ルコ、修行、いや読書日和だね。古書などもあれば完璧だな。